側溝掘りなんですけど、こんな感じでちょっと一面掘りました。はい、でこんな感じでなんか発泡スチロールちょっと半分にかけてるやつあるんですけど、多分ここからこうかぶさってたんで、なんか屋根みたいになってたんですね。なのでちょっとここ発泡スチロールとかを壊すのはかなり大変でした。でこんな感じで掘って、でここになんかこういうのがあるですね。これが多分ここの雨どいに通じてるのかなと思いますね。こうここまで来て、で雨どい、この雨どいをこう伝ってここに流れて、こう流れていくっていう感じなんだと思います。はい、そんな感じです。